やったね、できたね、アンパンマン。はい、どうも、あのちです。よろしくお願いします。親子でやったれできたねアンパンマン2回目ですね。前回は食パンマンとお使いドライブに行ったんで、今回はバタコさんとお弁当キッチンをねやっていきたいなと思います。前回ね、食パンマンとお使いドライブのコメントでバタコさんの方気になるからやってくれよと、まあ俺は本当に心から思ったね。自分でやればいいんじゃないのと、なぜ俺を犠牲にすると。いいですよ、俺が犠牲になってやりましょう。バタコさんとお弁当キッチンやってきます。遊び方、はい、ある程度説明見ました。無料で10回まで遊べるみたいなんだよね。よっしゃ、遊んでこうぜ。じゃあ、想像力2歳、これをやっていきましょう。なんか記憶力っぽいゲームらしいですね。はい、みんなの食べたいもの、ピーマンの肉詰め、シューマイ、これ左なんだ、鶏の照り焼きかな。オッケー、照り焼き、肉詰め、シューマイ、照り焼き、肉詰め、シューマイね。うん、え、なになになに、よくわかんないんだけど。ういーし、おー、なるほどね。なんか顔を作っていくというわけだ。で、いつそのシューマイとかっての出てくるんでしょうか。うんと、じゃあ大根。可愛いご飯ができたわね。これでいいかしら。いや、全然良くないんだよね。全然良くないんだよ、バタコさん。あの、ドキンちゃんのシューマイを食べたいって言ってるんですよ。で、いいえですよ、これは。とりあえず、この部分だけはこれで OK にしちゃっていいということかな。ということなんでしょうかね。これつけとこうかな。お、いい、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。はい。これでいいかしら。あ、いいよ。もうそこまでご了承してくんだったらそれでいいって言いますよ。はい。大きいおかずを選んでね。あ、照り焼きありましたね。照り焼きありましたね。はい。美味しそうです。よし。あとはそうですね。ハンバ、エビフライな、は、え、迷うね。ハンバーグなんて入れちゃおうかな。ぽいっと。あ、いいですよ。肉詰めですね。肉詰め。肉詰めをここら辺に入れると。で、そうだね。やっぱバランスを考えて、そうだね。この、ひじきの煮物なんて入れちゃいますか。ここら辺にぽいっと。いいですよ、これは。あとそうですね。卵焼きかな、これは。卵焼きも入れちゃいましょうか。小さいおかずはね、これシューマイなんですよ。ドキンさんが好きなんですよ。美味しそうね。ほら、すげえバランスいいわ。やばいやばいやばい。あとね、トマトでしょ。トマトここですね。トマト2個ぐらい入れちゃいましょうか。リンゴですね。リンゴ入れて。で、あとそうだね。オレンジも入れちゃいましょうか。オレンジと、あとこのなんか紫のブドウかな。これでいいかしら。うわぁ、まずそう。何がいけないって、真ん中が一番良くないんだよね。はい、いいですよ。これどうでしょうか。とっても上手にできたわね。はい、どうぞ召し上がれ。召し上がれ。あ、すごい、みんなのとこちゃんと反映されてる。ドキンちゃんかわいいね。みんなに喜んでもらえたかしら。いや、みんな喜んでくれたわ。よくできました。バタコさん、なんだお前。なんだお前。別に何でもいいんだけどさ、じゃあちょっと違うのやってみようぜ。みんな、カバオくん発見したよ。みんな大好きカバオくん。最後カバオくん作ろうぜ。あえてさ、みんなが食べたいものを外してみようか。じゃあ、そうだね。ハンバーグとゼリー覚えとこう。この真ん中のおっさんのやつも無視しようぜ。ハンバーグとゼリーね。おかずで顔を作ってあげてね。おっしゃおっしゃおっしゃい。うん、やっぱまずあれでしょ。サングラスでしょ。アホだね、俺。やっぱカバオくんの口で言うとこれですよね。あ、かっこいいじゃない、カバオくん。そうね、じゃあ帽子もかぶせてあげましょうか。こんな感じですかね。でも可愛いご飯ができたわね。できたわね。これでいいかしら。あ、いいよいいよいいよ。あとおかずですね。
まず、お、カレーパンマンのやつあるよ。やっぱまずハンバーグでしょ。美味しそうね。あと、前回入れれなかった、これですね、エビフライ入れましょうね。そうですね。まあ、あえてのおせんべいでいいんじゃないかな。めっちゃおせんべい押そうぜ。めっちゃおせんべい押すぞ。そうだね。あ、俺アスパラのベーコン巻き好きだから入れるわ。こんな感じで。あとそうですね。やっぱまあ俺は好きじゃないけども、タコさんウインナーも入れてほうがいいんじゃないかな。タコさんウインナーね。デザートはやっぱまずゼリーでしょ。あとそうね、あ、いちごもいいよね。いちご入れよっか。いちご。うわ、すごいバランス取れてない？すごいいいんじゃない？なんか謎のおせんべい推しが気になってしょうがないけど。おせんべい6枚もあるからね。もしお母さんがお弁当におせんべい6枚も入れてきたらどうする？引くよね。母親に対して引くよね。いや、いいな。このお弁当箱がいいわ。いやー、これみんな喜んでくれるんじゃないの？どう？みんな美味しいかい？釜飯丼煽りすぎだって。はい、ということで、やったれできたね、アンパンマンの、バタコさんとお弁当キッチンで遊んでみました。まああれですね、面白さというかクオリティで言えば、まあ俺の好みはやっぱあれかな、食パンマンとお使いドライブかなって感じでしたね。はい、ということで、終わりましょうか。終わります。バイバイ。